のお伺いします。大臣昨日ラジオに出演された時のお発言で、確認なんですけれども、原発の周辺で、線量が高い地域であったりとか、今後、中間貯蔵施設の設置を要請していく地域で、住民の方で、帰還できない人が出るんではないかという趣旨のお発言をされたと思うんですけれども、そのあたりの進め方についてですね、改めて臨時でどうお考えになっているか、確認をしたいんですが。今中間貯蔵施設の予定地とされているところの調査をするための会社の選定という作業に入って決まったんだよな。選定は済んでおりますが、契約手続きを今進めておりまして、それが済んだところで最終決定。選定が終わり、これから契約手続き、いよいよ調査をさせていただくというところに来ております。もちろん調査結果によってどこになるということが決まってくると思うんですけれども、その地域は当然適切な保障によって地権者の方々から、国が土地を買わせていただくことになるので、もしそこに住居があれば、その結果としてその地域が決まったときには、そこの地域の方々はそこには住めなくなるという、一般論として当然なことを申しさせていただいたわけでありますし、これから今調査ですから決まるかどうか全く分かりません。施設の整備にあたっては、やはりその地権者の方、地元の方々の理解を得るために丁寧にやっぱり説明をしていかなければならないと思います。そして公選料のところの話も合わせて私させていただいたんですけども、これも番組の中でご紹介させていただいた通り、その公選料地域についてはそのモデル事業として来年度から実施をして、その結果どうなるか、いろんな専門の方からお話を聞いておりますけれども、かなり高いところはですね、その下げるにはかなり時間がかかるんじゃないかというような話も専門家の方から聞いておりますが、実はこれまだ世界的にもそのあまり例のないことですので、モデル事業としてやってみてどうなるかという結果を見なければなりません。従いまして、その現時点でですね、その線量が下がる下がらないということは分かりませんので、期間を断念していただくなんてことは、実はよく聞いていただければそんなことは全く言っておりません。で、趣旨はどういうことかというと、私ちょっとこれ意外にびっくりしたんですけれども、全国紙の世論調査よりもその地元の世論調査というのが2割ぐらい、いや帰れないんじゃないかとか、帰りたくないという数字が高いですよね。これは理由は分かりませんけれども、やっぱり帰れないんじゃないかって方もいらっしゃるし、ご年配の方々は、いやもう俺は老い先短いんだから、どんなことがあっても帰りたいよっていう方もいらっしゃるわけです。そうした意見、この間の福島での会議でもこういろんな意見が出たと思うんですね。その発災直後とはだいぶ地域の受け止めが場所によって違ってきている。除染についても、いや費用対効果をしっかり考えろよという意見が出たり、あるいは中間貯蔵施設で国がその強制的にですね、場所を決めて買い取って、福島全体のためにですねやるべきだと、いろんな意見があると思います。そういう意見にですね、やっぱりいろんな意見があるわけですから、耳をしっかり傾けて丁寧な対応していかなければですね、ある意味ではこれ迷惑施設ですから、そんな簡単な話はありません。そういう捉え方をして、しっかりとこの問題、中間貯蔵施設を作らないことには、いくら除染があってもその仮置き場ばっかりが多くなってしまうという、これ誰もがこのままじゃいけないっていう問題意識、これは間違いなく県民の方々持ってらっしゃいますので、丁寧に話を進めさせていただきたい。全部聞いていただければ、もちろんコメンテーターの方はちょっと私と考え方は違いました。かなり、もう
科学的知見がないけれども、まあ、無理なんじゃないですかみたいな、そういうあれでしたんで、いや私としてはこれからやるんですよと、やってみないと、科学的知見を持ってどうなるかという結果を見ないことには何とも言えません、まあ、こういう話だったと思います。西岡さん時代の、まあ、環境大臣、復興大臣もそのあたりについてはかなり慎重に発言されてきていて、で、まあ、帰りたくないという人についてはそれはそれで支援をすると、で一方帰りたいと思っている人については全力で帰れるような策を講じていくべきだということを言われてきていたと思うんですが、その希望者全員、希望している方は全員返すんだという旗を下ろしたわけではないということです。結局高濃度のところがどうなるかっていうのは誰も分かりませんので、来年度初めて調査っていうかモデル事業をやるわけですよね。ただそのことに関する専門家の方がいろんなことをおっしゃってますから、いや10年20年経てば下がるけれどもなかなか難しいよとか、いやある程度は下がるんじゃないかとか、ですからやっぱりやってみないとこれは分からないんじゃないでしょうか。ですから私たちは丁寧に両方お考えを持っている方がいらっしゃいますんで、また忘れちゃならないのはその町の復興なんですね。線量が高いところがこう東側にやはりどうしても偏ってますんで、東側にこの町の中心があるところは、まあ、ある町長さんなんかと話しますとね、町の中心を動かさざるを得ないんじゃないかなんてことも話してくださる方もいらっしゃいますし、またもうすでに帰還できるようになりました火力発電のある日野の町なんかはですね、1000人しか残念ながら町民の方が大丈夫ではあったけれども戻ってくださない。そうしますとこれも、まあ、ある町長さんなんかとお話をさせていただいたんですけども、極端な話1000人からの町づくり、まあ、こういうことを考えてるんだけども、それを後押ししてもらいたい、こんな話も伺っておりますんで、本当にケースバイケースだと思いますので丁寧に対応していかざるを得ないと思います。すいません、今右新聞社の方と申します。今の質問に関連してなんですけども、私は大臣の方にあるんですけども、いわゆる中間貯蔵施設を巡ってそこに該当したもしくはそこに建てられるところの人に対して帰れないかもしれないよとおっしゃったのは大臣が初めてです。これについてですね、多分これから地元に入られるでしょう。その時に必ず説明を求められます。そのように説明します。中間貯蔵施設がどこになるかは私も分かりません。調査がこれから始まるわけですから、その中間貯蔵施設を作らないと除染の問題は解決しません。かなりの場所になると思います。申し訳ございませんけども、その場所の方々は中間貯蔵施設がある以上は帰ることはできないと思います。これは物理的な問題として、やはりこれは多くの自治体の方々、やっぱ中間貯蔵施設をともかく国の責任で作ってくださいという話をされています。もちろん丁寧に進めますけれども、その場所が決まったらですね、残念ながら申し訳ありませんが、その決まった場所には住んでらっしゃる方がいればですね、どこかは分かりませんけれども、そこの中間貯蔵施設にはですねやっぱり戻れないということは、これは物理的な問題として致し方ないことだと私は思っています。今の話は物理的な話であります。極めて物理的な常識的な話であって、私の個人的な考えでございます。中間貯蔵施設を福島県の場所にお願いをした以上は、その場所に住居があった方々はその場所には帰れません。たださっきも申しました通り、町を新たに作っていこう、もうそちらの方に協力をしてくれっていう町長さんもいらっしゃいます。そんな中でその問題に回答を求めていかなければなりませんし、もう一つ復興会議でも出ました通り、福島のですねお墓参り、これも必ず全部はできないかもしれませんけれども、大熊町でもやらせていただくということを根本大臣も言ってますし、私もやるべきだと、これは東電側にも強く求めてます。やはり住民の皆さん方の気持ちってことを一番考えていかなければ
中間貯蔵施設を作るってことも大変ですし、また中間貯蔵施設